最終回、2002遺言っていうのがありましたけど、これの後のストーリーがねどうなってるのかと。倉本先生もですね、いろいろ書いてらっしゃるんですよね。でインタビューのたびにねちょっとそれをそのストーリーをねちょい出ししたり、続きをね作りたかったらしいんですよね。うん、でそれをねフジテレビ側ともねいろいろ掛け合ってたみたいなんですけど、なかなかこれがねうまく進展しなかったと。田中邦衛さんもね亡くなってしまいましたんでね。この間ね見たね資料ではね、倉本先生アニメ化してアニメで再現できないかということまでね考えているそうですね。はい、ではね私が知ってる範囲で、ちょっとねお話ししていきたいと思いますけど、まずその後の北の国からをね知る上で、何かこう活字というかね読み物として、ないかなというねものを探している方には、まず一つが2012年3月だったかな、うん、の文藝春秋、はい、文藝春秋にですね倉本先生が、北の国から2011津波というタイトルで載せてるんですよね。これね興味ある方はねヤフークメルカリでね探して入手してみるといいと思いますよ。有名になってね値段上がる前にね購入してくださいねまあ高騰しないかな。でもう一つ私がね持ってる資料として2021年の、11月発行だったかな、富良野市のね広報、はい、広報富良野っていうのがありまして、その中でね、北の国からの、40周年の記念のねトークショーがあったんですよね。はい、それのね様子がその広報の中に書かれています。富良野の富良野市のホームページから広報のところに飛ん でバックナンバーを見るとね、無料でね読めますのでね PDF のファイルにね確かなってましたんでね、うん、これで読めますね。はい、私は本当の広報をね入手して手元にあります、持ってますね。はい、で、まあ、この2つのね、を読んでもらえればどういうストーリーだったっていうのがね大体大まかに分かるようになってますけど、まあ、私今ね動画の中で全部はお話しませんけど、ざっくりとしたお話だけしてみましょうかね。まずですね、純とゆいちゃんが結婚しましたね。はい、ラウスのね嫁をもらったわけなんですけど、実生活でもお二人は結婚されて、すぐね2年ぐらいで別れちゃったのかな。はい、そういうのがあったので、まあ、そこは私ねファンの方々は皆さんああ残念だなと思ったと思うんですけど、ストーリーの中でも純とゆいちゃんは、離婚しますはい、笑ったら怒られるね。はい、別れるように書かないとどうしようもないもんね。うん、その辺がね倉本先生がね何度もこう言ってますけど、こうリアルとそのドラマをねいかに融合するかっていうのがねすごい大事だってことをね何度かインタビューで喋ってますんで。はい、で2人はね、別れてしまうんですけど、まあ、別れる原因というのがその文藝春秋の方だとね、まあ、些細なことから喧嘩になって別れたみたいな書き方だったと思うんですけど、後のね広報の方では職場の、店長上司、うん、と不倫したということでね別れることになってます。はい、また出てきましたね不倫がね。はい、それを聞いた五郎はね、うん、これは家計だと、うん、俺も嫁さんに不倫されて逃げられたと、私もちょっと笑っちゃいましたけどね。はい、で次ホタルですね。はい、ホタルは、最終回だとね小吉から手紙が届いて小吉の元に行くという流れになってましたけど、その後笠松一家はね福島県にね住むことになってます。小吉とホタルと、カイ君とでねもう一人ね娘ちゃんが生まれることになってますね。さくらちゃんってね女の子が生まれるそうです。はい、で福島で小吉は消防団員として働いて、で蛍は、看護師かなとして働いてるんですけど、でそこにね東日本大震災が起きてしまって、そこで小吉くんね消防団員としてこう、救助にね行くんですけど、そのままね、行方不明になってしまうというストーリーになってますね。
はい、で純はですねそのままゆいちゃんと別れてあのゴミ収集のね、仕事をそのまましてるんですけど、そこでこうね、ブログを書き始めるんですよね。もうそこにこう読者の方がね何人かこう、投稿を寄せるというかコメントを寄せると。でその中にね一人メリーという名前の方がいまして、そのメリーちゃんがですね実は、レイちゃんだったんですね。はい、レイちゃん東京にね、行って、お嫁さんになってましたけど、その後ね旦那さんと別れて、はい、まだねこれ別れちゃうんですね。はい、で、別れてね夜の仕事をしてたようなんですけども、でジュンはですね、その後東京でね、レイちゃんと会うことになるんですよね。はい、でそこでレイちゃんと再会するんですけど、そこでなんとちょうどそのね東日本大震災が起こるということになってますね。いや本当にねこれ映像で本当見てみたいなと思うストーリーですよね。はい、あとはしゅうちゃんかな、はい、帯広の豆腐屋さんに嫁いだみたいな話になってたかな確か。あのお父さんのところに最後にねあのお嫁に行く報告をしに来た時に神戸に行くのって言ってましたよね、うん、だからなんで帯広なのかなっていうねそこちょっとハテナなんですけどね。北の国からの、ね、定番、とりあえず結婚して別れるみたいなね、はい、別れてから始まるみたいなところありますからね。はい、ゆいちゃんはちなみに、純と別れた後はラオスに戻って、トドのところでね一緒に暮らしているそうです。はい、あとはですねマドンナでいうとタマコですね。タマコちゃん、はい、不思議少女タマコちゃん、僕ちょっと苦手なんですけどどうでもいいですね。ふるさとのね鹿児島に戻ったと。はい、種子島にねいて、子供を2人産んでね、いいお母さんになってるというようなことが書かれてましたね。私ね去年の冬ね鹿児島にいましたんでね、はい、なんかこうつながる感じがして嬉しいんですけど、まあ、でも今考えてみるとあれだな、たまこちゃんは鹿児島弁は何にもなかったな。ですですって言ってなかったもんね。コロさんはですね相変わらずこう汚い、自由人のねジジイをやってるみたいなんですけど、まあね長いこと税金も払ってないんでね年金もないし、生活保護だってねもらってないと。で自分のね最後をこう悟ってですねこう誰にも言わずに森に消えていくと。この辺ね面白いのでぜひあの広報をね、ダウンロードしてね読んでみてください。ということでね、北の国からの2002遺言の後、どういうストーリーになるかというお話でした。参考になれば幸いです。はい、それでは皆さん次の動画までバイバイ。またねー。